足立音研ドラム義塾塾長の今成です。今回はペダルのカムのお話をしていきたいと思います。ペダルを購入される際、最初に選ばなければいけないスペックであったり、あとはペダルを買った後にセッティングで一番悩む部分でもあります。なので今回はペダルのこのカムの形によって音色と操作性がどのように変化するかというお話を、全4回に分けてしていきたいと思います。そもそもカムとはここです。まあ最近はチェーンとペダルが主なので、チェーンがかかっているこの部分をカムと呼びます。この形がまん丸で、そのど真ん中にこのシャフトが通っているものを深円カムと呼びます。まん丸の深円ですね。次に多いのがこの変身と呼ばれる、カムのど真ん中ではなく偏った位置にこのシャフトが通っている。つまりこのチェーンが引っ張るにあたってどんどんこの半径が変わっていくタイプを変身と呼びます。そして昔のペダルに多かった形式です。これはベルトですが、超変身と呼ばれたりします。つまり今この位置は遠いですが、ストロークするに従ってものすごくこの半径が大きく変わるタイプのペダルを超変身と呼んだりします。この3種類が主にカムのスペックとしては存在するかと思います。それぞれに特性や音色が違いますので、それを一つ一つこの後ご説明したいと思います。